旧会社情報マーベラスアートランド株式会社アートランドはかつて存在した日本のアニメ制作会社株式会社マーベラスの子会社1978年に有限会社アートランドとして設立され2006年に株式会社へ改組。2010年に企画制作部門が新設の株式会社アニメーションスタジオアートランドへ移管された 1978年5月1日、アニメ監督、アニメーターの石黒昇ぼが寝泊まりの場所として、仕事仲間の藤岡正信らと東京都新宿区、高田の馬場のマンションを借りてスタートさせたのが始まりである。1978年9月14日に有限会社アートランドとして法人化した。以後、作画、美術、仕上げ、制作スタッフなどを拡充して、 鉄腕アトムなどを手掛けた。スタジオも、高田の馬場のほか、新宿区百人町、武蔵野敷地上寺の参加所体制となった。1982年には、企画から参加した、長寿空洋祭マクロスがヒットし、三木本春彦、板野一郎、平野俊博ら若手クリエイターの実力で、アニメファンに一役名を馳せた。その他には、結城信照、柿野内成美、和田孝明、 今泉健一、島田博和、鈴木林隆郎なども所属し、安野秀明もアルバイトとして一時在籍した。島田の作品、リテ、イ、ク、クラフ、イティは当時彼女が所属していた同社をモデルにしており、アニメスタジオ関連の登場キャラクターのモデルはすべて同社の社員だった人たちである。1985年にはマクロスのスタッフを用して、 メガゾーン23を元受け制作し、OVA としては大ヒットを記録した。しかし、経営悪化から作画部門の一部と背景美術部門を切り離して規模を縮小。作画部門の一部は DAST、高田のババスタジオの背景部はアトリエ部カとして独立。その後、石黒がシリーズ監督を務める銀河英雄伝説で制作協力して、 会社の業績が改善した。大手製作会社のグロス受けはおよそ13年続き、最盛期には月8本の作品を同時期に手掛けていた。2000年2月9日に林家の新聞店の火災で武蔵境の社屋2階部分が全焼した。ただし製作がデジタルアニメ化されていたため、データ復旧はある程度可能だったという。2004年のイサムウマ交渉人より、 テレビアニメの元受け制作を始める。2005年、虫市で自社発のニクール作品を手掛け、同作品は、東京国際アニメフェア第5回東京アニメアワード、テレビ部門優秀作品賞を受賞、美術監督の脇石が、個人部門で、美術賞を受賞した。また、文化庁、メディア芸術祭10周年企画、日本のメディア芸術百選アニメーション部門で、 総合6位を獲得した。2006年4月3日、マーベラスエンターテイメントの子会社となり、同年7月に株式会社へ改祖した。2010年12月1日、アートランドのアニメーション企画、制作事業を会社分割により、新設会社の株式会社アニメーションスタジオ、アートランドへ承継し、新設会社の全株式を無方式で、 アートランド代表取締役の岡野国春に譲渡した。新アートランドは岡野がオーナー所有する会社となって同社の代表取締役社長に就任し、アートランドの代表取締役を辞任。2015年4月1日、マーベラスがグループ経営の効率化を図るため、アートランドを吸収合併。これにより1978年設立の アートランドは消滅した。2016年6月、中華人民共和国のアニメブランド、ハオライナーズを手掛ける上海絵海文化、電波有限講師の日本市会社である、M 株式会社の出資を受け、資本金を1305万円に増資した。納品の延期などで急速に経営が悪化し、2017年7月4日に、債務整理を弁護士に一任した。 負債総額は2億9884万円。指摘整理による再建を目指している。2017年7月12日、筆頭株主だった M が保有する株式のすべてを、株式会社レベルズ2乗として連結し会社から、外した。公式サイトのニュースリリースでは、事業継続を発表したものの、本社スタジオは引き払われており、 アニメーション制作事業からは事実上撤退している。なお、スタイルが編集、発行した、馬越義彦アニメーション原画集、第2巻にアニメーションスタジオアートランドが協力としてクレジットされていたことから、半券管理窓口としての営業は2020年現在も継続しているものとみられる。アニメーションスタジオアートランドに関するカテゴリー、ありがとうございます。